遅くなってすまん。帰ってから旦那様と奥様を、お嬢様はただ機嫌が悪くて港口で座ってたんだって信じさせるのに一苦労だったぜ。でもありがとな。お嬢様がこんなに楽しんだの久しぶりだ。あんたたちがいなかったら、今日お嬢様はとっくに家に連れ戻されてただろう。リシア、お前初めて現れた時は荒っぽかったけど、ドニアザードのことをすごく大事に思ってるんだな。ちゃ、私はボディーガードだぜ。それにお嬢様は金を払って私を雇ったんだから、これはプロ意識ってもんだ。ひひ、照れるなって。あのな、この仕事は長くないだろうが、ちゃんとこなしたいんだ。世間話はここまでだ。レグザー町に行こう。あんたたちの道案内ができるかどうかは中にいる人次第だけどな。舞台をこんな風にリニューアルしたのは大変だったろう。どうやら今回の家臣探査もいいものになりそうだな。私はグランドバザールにはあまり詳しくないが、ここの人たちが歌ったり踊ったりするってのは知ってるぜ。ここで売ってるフェイスパウダーも悪くないよな。他んとこで売ってるやつよりも香りが長持ちするし、肌にも優しい。全部他のやつから聞いた話だけどな。